はい、皆さんこんにちは、速稼塾の久保です。今ご覧になっている画像なんですけども、コラージュみたいでしょ、冗談みたいでしょ。でもこれ品川駅のリアルな、これね、ワンシーンなんですよね。品川駅には私も何回も行ったことあるんですけども、この電子広告がね、パソコンモニターずらーっと並んでいて、なんかそこにいろんな広告とかが差し込まれているんですけども、これ下の方に出勤してる人がね、結構いると思います。品川駅ってビジネスマンがものすごく利用されてるんですよね。まあそれで、月曜日の朝出勤しようと思ったら、今日の仕事は楽しみですかっていっぱい並んでるんですよね。この、下に仕事に向かう方だと思いますけども、ちょっとね、とてもね、楽しみに仕事に向かってるようには見えないんですよ。表情までは見えませんけどもね。いや、これね、何よりの皮肉だなと思いましてね。つまり、令和3年をすごく風刺的に示した図の一枚になったということで評判を呼んでるんですよ。ちょっと記事読んでみましょうか。今日の仕事は楽しみですか？品川駅、コンスコースにある数十台のディスプレイに10月4日一斉にこんなメッセージ広告が掲げられた。いや、本当にね、皮肉いから何もないですよね、これ。笑ってはいけないんですけども、多分これね、皆さんも笑ってるでしょ、腹の中で。でもこれ本当にね、こんな画像の下に仕事に向かう人の列がいて、今日の仕事は楽しみですかって単なる煽りですよ、これ。ね。で、記事もそれを反映させていてですね、その写真がツイッターで広がると、見た人を傷つける、楽しみでなくてもしなくてはならない仕事はあるのになどとツイッターで批判が集まった。そりゃ批判集まるでしょう。よくこんなね、キャッチコピーを使おうと思ったですよね、この広告会社も。この広告を掲示したのは、ユーザーベース参加で人材育成やニュースピックス法人事業などを展開するアルファドライブオメガドライブの方がいいですよ、杉山清太さんの方が。同社は批判を受けて一日で広告を取り下げ、利用者の方々で配慮に欠く表現だったと謝罪している。多分、このアルファドライブって会社の方は仕事をね、楽しくやってると思うんですよ。で、だからこういう広告が自然に出て、お、いいじゃん、そのコピーみたいになったと思うんですけども、少なくとも、今ね、令和3年の世の中で働く40代、50代の方を中心として、今日の仕事楽しみだなぁと思いながら働きに行く方はね、いないと思うんですよ。ね、ここに書いてますけども、アルファドライバー10月から今日の仕事が楽しみなビジネスパーソンを増やすを新たなスローガンを掲げ、新聞広告などを展開ってあるでしょ。つまり逆を言えばね、今日の仕事が楽しみな人がいないから、そういう人を増やさないといけないなっていうふうにアルファドライバー自身が考えてるってことですよ。そこにですね、今日の仕事は楽しみですかって朝から、月曜日の朝にね、デストピアだ。ね、ほんとに、仕事は楽しみじゃなきゃいけないのか。辛くてもなんとか仕事を頑張ってる人を傷つけることだった。もうね、過去にはさよならおっさん高校も物議ということで、これわざとバズらしてるんじゃないかなと思いますよね。いやー、笑っちゃいけないんですけども、すいません、笑わせてもらいました。これはね、風刺としては最高なんですけども、皮肉といえば最悪の皮肉ですよ。まあ、悪意なくやったんだと思いますけども、ただ受け取る人がその広告に対してどういうふうな感情を抱くっていうことが分からなければ、広告業としては失格なんじゃないですかね。じゃあ本日は以上です。